いよいよだな。ってことで予告状の出し方だけど、議事堂に送っても意味ないな。各メディアに送ったところでどういう扱いされるかわからないし、裏で警察に回されたら最悪よ。どうすればいいの？ふたばちゃん、ふたば法完成だ。あ？準備済みだ。見ろ、これをこうすると。いつの間に？こんなの作ってんなら先言え。敵を欺くにはまず味方から。なかなかのセンスだな。イケてる。これなら目覚まさせてやろうぜ。まずは全国のニュースから。怪盗団を名乗るグループの主犯とみられる少年が身柄拘束中に死亡したことを受け、警察は今日午後、犯行は収束したとみられるとの正式見解を発表しました。にゃー、はい、皆さんこんばんは。我々は皆さんに怪盗団の名で知られているものです。俺たち全員ピンピンしてるぜ。けど権力者どもは情報操作して真実を塗りつぶそうとしてやがんだ。なんだこれ、どっからだ。それが切り替わりません。それにここだけじゃないようです。てわけで、次なる獲物を拝借する前に、まず皆さんのお時間を拝借しちゃいます。最近の要人の立て続けの不祥事、突然の乱心で起きる事故や廃人化、原因不明なんかじゃない。これらを全てある一人の男が欲を満たすために企てた犯罪だ。これその男は犯罪の露見を恐れて私たちに罪をかぶせた。卑怯にも警察まで操ってね。俺らは悪人の心しか盗まねえ。なのにてめえのしたこと全部追っかぶせやがった。被害者のことなんかどうでもいい。どこのアホや、早うやめさせろ。その卑劣な男の正体は、なんや、ええとこで。おお、警察意外と素早いね。でも配膳で。その男の正体は、あろうことか現職の閣僚、特命担当大臣、志堂正義。マジか、すげえ、マジですげえぞこれ。こいつの言葉は全部嘘。その証拠に、この通り、私たちは誰も死んでなんかないよ。嘘かどうか、お偉い人とか分かる人は分かるよね。彼がどんな罪を犯してきたかは近く本人の口から語られることになるでしょう。いや、どうぞ。まさか本物なんか。立ち止まらないでください。悪党がてめえ勝手に国ごと沈めちまうのを黙って見ているつもりはね。だろ、リーダー。その前に我々がこの国を頂戴する。もしもし。はい、はい、ただいま確認中でして。そちらいいだろう、ひねりつぶしてやる。今の予告は残党の仕業か。誰も死んでいないとはどういうことだ。我々や指導を脅すために別人をリーダーに立てたのか。ただいま各所で確認中で。すみません。はい。はあ、本当か。怪盗の遺体がモルグにないそうです。死亡診断書や搬送処理を確認したんだろ。はい、しかし。はっきりしろ。まさか怪盗に
おかしな力で騙されたのでは？みんながみんな死んだと思い込まされたとか。書類を作ったのは、自殺の現場に立ち会ったのは、配信を阻止する方法を探せ。一色若葉の研究資料があっただろうが。それから明智だ、どこへ行きやがった。無能なクソガキが。失敗が分かって逃げたんだろうが、見つけ次第ここへ連れてこい。いいな。邪魔者は消す。今まで通りな。怪盗の遺体はどこだ？怪盗？遺体？ふざけてる場合か！全く意味が。ああ、でもなんとなく。私、怪盗団の予告状を読みました。けど、そこから先のことが。もしかして、取り返しのつかないことを。私、おい、ひょっとして怪盗に。まさか心を。そうなのか、虹は。私は何をしたのですか。怪盗だ、あいつら生きて。しかし、仮に生きていたとして、どうやって署から逃走を。何としても捕らえろ。自殺の発表が間違いで逃亡されたなどと、こんな大失態が許されるか。取り調べを受けてもらう。重要参考人として。なぜ私が。作成した書類を確認しろ。見れば思い出すかもしれないからな。思い出せなくとも、逃亡された責任は全てお前にある。すみません、本当に何が何だか。最後に怪盗の取り調べをしたのはお前だ。上司の尻拭いだよ。恨むんなら死んだ特捜部長さんを恨みな。本当に病死だったんですか。本当に病死だと思っているんですか。そんなことはどうでもいい。お前のせいで警察のメンツは丸つぶれだ。落とし。わかりました、頼んだわよ、みんな。怪盗団の予告を受け、警察は事実確認中とし。いらっしゃい。探せ。桜総次郎だな。なんだお前ら。怪盗団はどこにいる。ああ、今話題になってるやつ。とぼけるな。営業妨害だよな、これ。調べはついている。こういうやり方しかできねえわけ。上にはいません。怪盗団はどこだ。客じゃねえなら帰ってくれよ。共謀罪だ、連行を。生きがってんなよ、ご悪党の犬どもが。正義はお前らのとこにはねえんだよ。怪盗団と名乗っている彼らの予告は全くの事実無根です。選挙の妨害をもくろんだ立ちの悪いテロ的行為に他ならない。今必要なのは屈しない強き心。私自身、命を賭して戦う覚悟です。怪盗団と指導、どっちが正しいんだ。指導さん、あんなこと言ってるけど本当かしら。怪盗団と名乗っている諸君らに告げる。君たちの振る舞いは極めて重大な犯罪である。法と安全に対する反逆であり、国民をいたずらに不安に陥れるだけだ。今すぐ名乗り出て全国民に向けて謝罪したまえ。怪盗団って電波ジャックやったろ。やばいよな。でも指導ってさ、悪人面じゃない。何を信じていいんだか。
早く捕まえてほしいわ。シドウの野郎、冷静なふりしやがって、内心絶対ビビってるぜ。謝罪せよとは笑わせてくれる。どっちが悪党なのかしら。人集まってきてる。予告状の効果絶大だな。私の自信作だからな。どうせ騒ぐしかできねえんだろう。ほんと帰って寝ればいいのに。あれだけのことがあってもシドウの改心を望む声は多くないのよね。私たちのやろうとしていることって正義なんだよね。その通りだ。今まで我が輩たちが正義以外をやってきたことあるか。そうだよね。おい見ろあそこ。まさかシドウ正義に啖呵を切るとはね。若いってすごいわね。けど燃えるじゃない。ほんとネタに困らない子。こっちに気づいてるわけじゃないのか。さすがに記者の嗅覚だな。おお三島、なんで来ちまってんだ。半端ねえなあいつ。怪盗団は正義に決まってるよ。俺が保証する。言ってくれるじゃねえの。数は少なくてもファンは大事にしてやんねえと。とっとと指導を改心させてやろうぜ。俺たちだけが知ってる正義か。私もあと20年若ければ。あなたたちの勝利に資格はない。やばくない？怪盗団マジやばくない？あーん、ダメってないで即帰ってりゃ渋谷で本物見れたのに。ここまで問題児だったとはね。神よりも怪盗団頼みってことですかね。怪盗団って一時は人殺しって噂まで流れた連中じゃん。そんな噂立つ時点でダメだろ。どうせクズみたいな連中だろ。そっか、怖いね。みんな分かってないよね。敵が大きいほど燃えるだろ。感じるぞ。あるなら聞いてやる。お前、明智を利用した挙句何をした。あいつはお前の実の息子だったんだぞ。そんなところだろうとは思っていた。あの女の面影があったからな。ヤスが近づいた理由も察しがついてる。私をはめるつもりだったんだろう。頭は切れるが所詮はガキだよ。適当に褒めて手なずければ自在に踊る。私が総理に就任したら即刻消すつもりでいた。なんだと。あいつは私の過去を知っているんだ。生かしておくわけはなかろうが。しかしさすが自作自演の名探偵様だな。ずっとそばにいた私の考えも見抜けんとは。
自滅してくれて手間が省けたがね。ひどい。お母さんの研究を奪って命まで奪った。自分の利益のために好き放題して人を何だと思っているの。私のお父様まで絶対に許さない。改革に犠牲はつきものだ。愚か者は優秀な人間に委ねていればいい。この私が導いてやるよ。てめえのどこが優秀なんだよ。明智の助けがなかったらここまで来れなかったくせに。明智が現れたのも神が私に期待しているからだ。私だから明智のあの力も有用に使えたんだ。貴様らのやってきた改心とやら大衆を熱狂させ暴走させただけではないか。何を勝手な。真っ当なやり方じゃ勝てない負け犬が汚い手を使ってのし上がっただけだろう。あなたなんかに人の上に立つ原種の資格はない。人々を道具のように扱い罪の階段を登って成り上がった犯罪者が。一握りの犠牲者の命と国家そのものの命比べるまでもなかろう。己の幸福以外は自己責任という名の他力本願。そんな愚民どもの願いを叶えてやるんだ。それが神に選ばれたこの私にしかなせない世直しさ。自分以外の人をそんな風に見下すなんて。子供に殺人を命じる指導者なんて絶対認めない。国のためとか言って全部自分のために決まってる。そんなの誰も望んでない。望んでいない。ならばなぜ私は選ばれた。なぜ私に総理の椅子が明け渡された。今や誰もが地道な努力を否定し抜け駆けや一攫千金ばかり闇雲に追いかけている。だから私が最強国家を樹立してやるんだよ。誰にもひれ伏さず揺るぎない最強国家だ。何が最強国家だ。犯罪者が作る犯罪国家の間違いだろ。貴様を放っておくわけにはいかないな。日本の恥さらしだ。その狂った心奪い取ってやる。私に従わぬ反逆者は排除しなければならない。しかし能力のある者を殺すのは惜しい。明智もいなくなってしまったからな。最後に生か死か選ばせてやる。その力私の世直しのために捧げろ。金でも地位でも好きなものをくれてやる。お前なんかに従うわけないだろ。何度聞いても答えは変わらないから。もう少し考える頭があるかと思ったが愚民は愚民か。なら残念だが諸君を排除するしかない。取るに足らん小さなほころびだがそんな甘さで大国すらも滅びる。私はそういうミスは犯さない。いつの間に。言っておくが見苦しく暴れたあの愚足と同じには考えんことだ。お前さあ速やかに死にたまえ。うちのリーダーが世話になった礼だ。
で通りだ。私の最強国家に賊はいらぬ。私と私を敬う者があればそれでいい。違った大人は命がけで止める。それが怪盗団だ。ピルソナことの意味分かっているのだろうな。分かりたくもないし。ならば果てるがいい。私に挑んだ愚行、あの世で悔いていろ。なんか変わった。蹴散らしてやろう。私が目指す国家は大衆の幸福の具現だというのに。また変わった。理想のためには弱い子の犠牲は当然なのだ。揃えば侮れんというわけか。負けた時だけ愚民のせいってか。うん。おいせらを束ねているのは貴様か。感動の再会ね。敵を潰す時は今度からもっと確実を期すんだな。まあお前に今度はねえけどな。うん。様、怪盗団というだけではないな。
てめえがこいつを仕留め損ねたのは一度目じゃねえってこった。裁判まで起こしたのに覚えてないなんて、心底人を何とも思ってないのね。貴様、まさかあの時の。女といたところへ現れて逆らいやがったクソガキ。そうか、あの時のガキがな。こいつは興味深い巡り合わせだ。だが無駄な努力だったな。強く有能な人間が存分に活躍するには小さな犠牲は仕方がない。道のありを何匹踏んだかいちいち数えていて目的地にたどり着けるか。あなたが殺した人は死んで当然の人だったと言いたいの？完全に狂ってる。愚民が理解できるとは思っていない。故に力で証明してみせるとしよう。貴様ら怪盗団を叩き潰すことでな。山本、今まで通りな。このゲーム、私がもらう。何この力。気をつけて、あのムキムキはハッタリじゃないよ。そんな、そこが。さすがクイーンだな。抵抗は無意味だ。なんと
ただいている。私を怒らせたことをな。抵抗は無理だ。我が家も手で潰してやる。容赦しない。そこで寝ていろ。この世界は超強化いくよ。廃人化させた罪、生きて償ってもらわないとね。落ちる前にうちのリーダーに何か言うことあんだろ。ああ、認めよう。お前に罪を着せたよ。保身のためになすりつけたんだ。すまなかったな。誰かにすまないなんて気持ちを抱くのは随分と久しいかもしれん。それもいいかもしれんな。破れるかこの私が。怪盗団を殺せるんだな。あくまで意識若葉の研究によればですが、パレスを一時的に崩壊させ、それに巻き込んで道連れにします。急激に起こりますから、よほどの運がない限り逃げおせないでしょう。ただ認知の世界を故意に消すには、生命活動自体を止めるしかありません。つまりこれは一時的に死ぬ薬です。どうしてもリスクが。何でもいい、よこせ。ああ、これで奴らも終わり。なんと無茶な。な、何かあればすぐに搬送を。
てか、なんでハンドル？しかも船？この国の舵は私が取る。私がやらねば誰がやる？なんと傲慢な。私は、なんだ？え？爆発？お宝取ってないよね。話は後だ。とにかくお宝取って逃げるぞ。あれ？こっちから来なかったっけ？これじゃ通れ。何が起きてる？おい、ナビ！どっかで爆発！でもなんで？な、雑な説明あるかよ！私だってわかんない！現実の指導に何かあったのかも。何かってなんだよ！知るか！止まってるのやばくない？逃げないと！ナビ、他に脱出ルートは？探してるけど。あっちは？嘘。道が。でも、行くしか。やべえ、こっちも。これ、沈む？このまま死んでたまるかよ！ダメだ！これ死ぬ！動けないし！あった！救命艇！行くぞ！届けや。ダメだ、とても間に合わない。俺が行く。てめえら捕まってろよ。リュウジ、待って、ここで走んねえで。いつ走んだ。冗談だぞ、おい。一番足早いくせに。これがお宝。議員バッジだね。
つがよ、パレスって爆発しすぎじゃね？普通に消えろっての。んだよ。死んだんだよね。は？爆発で吹っ飛んで、気づいたら芝生で寝てって。つか生きてね。何？お前泣き顔イケてね。あんたのせいだっての。心配したんだから。くんの問題児。つかさっきから何？待てってな。ほら、俺死ぬとこだったっぽいし。嘘だよ。小腹が空いたな。どこか寄って帰ろうよ。じゃあフォアグラのソテー。今は現実だよ。先生、まだ薬が回っているのですか？薬？病院に。もう少し様子を。私は、さばいてほしい。まさか改心を。下肢剤ダメだったのか。先生、改心されたら我々のことを。台無しだ全部。遊説はどうすれば。体調不良だ。極秘で入院の手配をしろ。誰も近寄らせるなよ。はい。マスコミはシャットアウトしろ。くそ、なんとか手を打たないと。これは男性の裂傷痕から拉致され運ばれた先で殺害されたものと。宗次郎、まさか出てこないと誇るぞ。宗次郎。よう、帰ってたのか。ユージと同じだ。何のことだよ。指導のやつんとこに連れてかれたんだが、急に帰っていいってなってな。改心のおかげなんだろう。やっぱりな。ずっと目隠しされてたから、どこに連れてかれたかわかんねえけど、連中妙にバタバタしてたからな。うまくいってるようだぜ。いやしかし、危うく色男が台無しになるとこだったな。それはいいとして、ああ好き勝手やってくれちゃって。疲れてるとこ悪いけど、片付け手伝ってくれ。あとはいつも通り待つだけだ。Searching all along, confessing while I know.
見直してやるぞ、囚人。どことなく成し遂げた男の顔をしていますね、あなた。はめようとした手合いの策を逆手に取り、はめてみせるとは、これほどまでの逆転劇を私はかつて見たことがない。素晴らしい。それ以外に言葉が見つからない。なら次の機会があればその時にでも。不思議な因果をもう乗り越えてみせた。お前の構成を阻む者はもういないはず。まもなくお前の構成は果たされるだろう。このまま何事もなくことが進めばね。やれやれ。さて、始めましょうか。
いいぜ。は？Beep.
うん。